欲と言ったら僕らいつも思い出すある一人の男。そいつものも無茶買うね。後でほらよく売ってるクズポスターに CD バッジに T シャツ、とにかく買う、まとめて買う、全種類買う、そういうやつ。旅行先で入ったお土産や絵はがき、名家、珍味、キーホルダー、とにかく買う、まとめて買う、地酒も買う、そういうやつ。ビデオを買おうと思ってちょっと秋葉に付き合ってもらったりすると、今日は見るだけとか言いつつ帰りに冷蔵庫とか買っちゃうやつ。レコ屋にあいつと行った場合、ノートマニアック、バット負けず嫌い、人より一枚は多く買う、金借りてでも買う、そういうやつ。限定ってつくとあいつもダメみたい、理性を失って飛びつくたち、とにかく買う、持ってても買う、人のまで買う、そういうやつ。知らないんだけど僕らの周り語り継がれる有名な話、 CQ 伝説。去年の暮れに話は遡るが、1年ぶり実家に帰ったやつは押し入れの整理の途中にいつも通りおもちゃにどっぷり。ミスター X、 タワー基地、パーフェクション、ロボダッチ。ふと目についた CQ ボール、見ているうちに例の症状、その足でドカベン全巻、キャッチャーミットに七輪サンマ、庭でサンマを焼きながら山田になりきり、どんまい里中でどこまで作りか知らないが、あながち信じられない話でもない。子供の頃から変わらぬ姿勢、ガンプラ全種類ほとんど持ってて、実際に作ったのはたったの4つ、あとは箱のまま開けずにほっとこもったと同時に即行動、とりあえず買っちゃう、それが基本。そりゃ買わなきゃ、買うっしょ普通、だって欲しいじゃん。口だけならともかく実際買ってる、うちがそんな広くないのも知ってる、買ったものどんどんうちを支配、それでも買うのやめようとしない、すでに把握すらできていない、それでも買うのやめようとしない。買わなきゃってのも変な話、欲求のはずが義務に変わり、いくら買っても満たされない、強くのテトリス状態、大きなお世話だとは思うが、一体やつはどうなっちゃうのか。いやでもね、あいつこの間渋谷で募金してたよ。うーどっ